ばからかつ戦場にまかり通る。いらっしゃいませ。今日は特売品があります。たくさん買ってくださいね。ありがとうございました。またお越しください。織田が当たるは十分が一分の浅井勢、対して我ら徳川は三倍する朝倉に当たる。我らは織田の踏み台ですが、耐えるのだ殿。耐えたる行く末、その彼方に何が見えます。行く末の姿なく耐えるは自重にあらず卑屈。三河武士の位置、今こそ見据え時ぞ。進め。本多忠勝、彼は徳川家康の中心で豪壮トンボ切りと共に戦場を馳せていた。元亀元年、家康の同盟者織田信長は浅井、朝倉らの旧勢力と対立。豪を煮やした信長は浅井領姉川に進出。家康も盟友として参陣する。多勢の織田が当たるは小勢の浅井。一方徳川は自軍に3倍する朝倉と戦わねばならなかった。文化のごとき敵に対し忠勝が語るべき言葉はただ武だけであった。死戦場に立たば兵の高元より意味なし。第一は姉川の戦い、ただ戦いあるのみ。我らは浅井を攻める。徳川軍は朝倉に当たる。日本の兵士を撃退させてやる。朝倉軍は勝つでなさ。耐える。耐える先に何があるのか。姉川の地にて我が真偽ことごとくに示さん。長政の意向にも応え奴らを疲弊させ一緒にしたい。一のためそれがしは負けられぬのだ。敵将撃ち取ったり。ごめんごめん。
長政のやつは普通に強いな。長政の宇宙当たるべからずってやつじゃない。今長政と戦ったのは何と疲れんのだと敵将討ち取ったり。わしに過ぎたるものとは決死のことに朝倉軍に奇襲をかける。安政裏道より朝倉を攻めよだい。忠勝は中央の砦を攻めよ。我らは奇襲を悟られぬよう敵前線を引きつける。できぬ。我が部天も将来あれ。
打ち取ったり。ルヌが武器。トムの子。なんだ。急抜っす。アザイ長政が妻。リチ、参ります。長政様の邪魔はさまざま。打ち取ったり。わしの次だ。ルシド。そう。打ち取ったり。ルヌが武器。ほぼ。我が武器。天も将来が。まだいけるぞ。この姉川で織田を討つ。ここで立ち止まるわけにはいかぬ。覚悟。名のある武士とお身内を貸せ。敵将打ち取ったり。ウヌが武功褒めの子。いらっしゃいませ。ゆっくり見ていってくださいね。
のお買い上げありがとうございました。本多忠勝の武が姉川の決戦を勝利に導いた。その様は三国志の豪傑張飛に例えられた。だが帰国した徳川家康を危機が襲う。甲斐の虎武田信玄がついに立ったのだ。家康は三河武士の意地をかけ信玄の上洛を阻止せんと突出。信玄の背後を急襲する。しかし信玄はそれを予測しきっていた。三方ヶ原に待ち構える武田軍に家康は絶体絶命の危機に陥る。主を救うべく忠勝は信玄に立ちはだかった。死戦場に死に戦場を生き抜く者なり。第二は三方ヶ原の戦い、ただ戦いあるのみ。信玄の策にかかり七人で引き合わせた。それでは討ち死にして三河の戦いを制御する。不問だ。粗悪すべき犬死になり逃げ延びられる。未来がために。
じめるものではないわ。Come on!
勝取ったり見事だ全軍で代わり私はここじゃ家康は何も隠れもせぬ家康これにより我が国にとって手柄とせよ果てなる国家武者ども家康はここだ先は地形が入れ組んでおります。我が身、天も障害あれ。軍略を学ばんがため、水産捕まった。この左近、戦場にては修羅となる。奇妙だね。あんたとは運命を握り、打ちのけするでかい世界。家康は武田殿に引き込まれて信玄公の背後を突いたが信玄公はそれを見越して待ち受けている気がする戦は軍略だけでするものじゃないよ殿よくしましたぞWhoa!
勝、打ち取ったり。我らも続くぞ。36系逃げるにしかずってね。殿が味方が腹を抜けられた。撤退せよ。名のある場所をお見受けいたす。敵将、撃ち取ったり。わしに過ぎたる者とはお主のことよ。出さった。おお、手のござる。甲斐の虎の軍略、味わうがよい。いざ尋常に勝負。どうした、家康を逃がす気か。他にも知略あれども勢いには勝てぬか。敵将、打ち取ったり。もう引くよ。すでに徳川に上洛阻止の力はないしな。なんとか逃げ延びたか。おっすろ、ただ勝利のみ。多くの家臣を失った。わしに行く瀬が見えなんだばかりに。あたら、すまぬすまぬ。彼らは己が望む未来のために死んだのです。未来を殿に託したのです。見えまするか、殿の行く末が、たどり着くべき場所が。うん、しかと見える。彼らが望み見ることのかなわなかった未来、太平の世が。死したる者どもの未来、殿が背負わねばなりません。重きによの。
しゃいませ。ゆっくり見ていってくださいね。たくさんのお買い上げありがとうございました。天正10年6月、京本能寺。織田信長は家臣明智光秀の謀反に遭い、愚連の炎に消えた。徳川家康は三方ヶ原の危機を脱した。武田信玄は上洛途上、天下を前に病に倒れた。その後、織田信長が戦国に覇を唱えるが、同じく天下を前に本能寺の炎に消えた。信長の死後、徳川家康は北条と同盟、信州を藩都に入れるべく兵を進めた。これに対し、信玄の目と呼ばれた戦巧者真田昌幸が上杉軍と共に立ちふさがる。忠勝の豪遊と信玄を継いだ真田の軍略が今、正幸の居城上田で激突戦としていた。死の本分どなり、知略謀略枝葉に過ぎず。第3話、上田城攻略戦、ただ戦いあるのみ。救援要請に応じたのみぞ。我
が武、天も昇乱あれ。もしや、サナダメ。でも、まさか、サナダメ。気の力、今一度味わわれよ。私に負けたら悔い改めてくれないか。戦うぞ。無敵では乱世は治まらぬ。何事もよ。無にて語るがよい。私の死に場所ではない。
Yeah!
れ。お主の存在が誤算であったわ。戦は人で動く。そこと同じように泳ぐ。悲しい。我と戦うには人は脆すぎる。撃ち取ったり。